い、皆さんこんにちは。ナイロン番組のナイロンです。はい、これね結構ね探したよ。だけどねあんまいいの出なかった。私いちごジャム欲しかったんだけどいちごジャム出なかった。3つやってきました。それでは開けていきましょう。1つ目はカツサンドです。それでは開けていきます。1つ目はカツでございます。買ったスクイーズじゃないじゃん。これプニプニして遊んでねみたいなこと書いてあったんだけど、うん、あんまりプニプニできないし、モノクロです。このラインナップがこれだからシークレットとかないんで5種類です。あと2種類じゃん。じゃあやってくればよかったね。めっちゃ美味しそう。カツサンドちゃんと卵サンドですね。これ硬いよ。プニプニのプの字もないんだけども、いいね。結構でかいよ。しかも中指くらい私の。はい、2個目はハムサラダサンド。3つとも被んなかったんでね、これだけも嬉しいですわ。もう匂いがなんかやばいんだよね。匂いが、あ、私の手の匂い、うん、違う、これだ。あー、ダメこの匂い。硬っ。でこれより硬い。こっちの方がまだふわふわしてる。硬っ。これスクイージではない。硬い。あ、硬い。 あ、待って、壊しちゃった。やばい。今見た。硬い。私壊したよ。買った商品2秒で壊したんだけど、なんかこんな感じです。あ、やっちゃった、やっちゃったよ。はい、3つ目はタケイ、よいしょ、いい。ハムサラダサンドの、ホワイトの方でございます。これはもう開けないね。あのね、全部硬かったっていうのと、壊しちゃったっていうのと、壊しちゃったっていうの、ブラウニーを戻しました。よいしょよいしょよいしょ。スクイーズじゃない。これは、食品サンプルです。ガチャガチャのところにも書いてあるんだよ。プニプニして遊んでね、みたいな。遊べないっつ。プニプニできないっつ。